ちは、ネルグムホーです。この度は双子の兄のユフ・シコウと二人で命の学校を開催させていただくことになりました。皆さんは、シコウ先生はよくご存知だと思うんですけれども、顔も訛りも、違うこの、私をちょっと自己紹介させていただければと思います。私は兵庫県の北部にある、安泰寺という寺の住職しておりますけれども、思考が今の現在の日本の医療の在り方に、対して問題意識を持つように、私が今の仏教の在り方に関して、問題定義したいことがあります。それはつまり、どうして生まれたか、いつ死にどうなるかわからない人間がそもそもいかに生きるべきなのか、今ここに現在生きているという奇跡をそもそもどう受け止めるべきなのか、本来ならそこをお坊さんが学んで教えるべきことなのに、全く現在日本仏教ではそれが、されてない。されてないのはどうしてだろう。もう一回そういう仏教の出発点を問い直すべきではないかと感じているところでございます。そもそも自分はどこへ向かっているのだろうかと、私自身も、まださまよっている最中でございますけれども、皆さんと一緒に、今年の4月8日から由布志功と二人で、決対な二人ではありますけれども、決して怪しいものではないので、果たして鎌倉にたどり着くことができるだろうかと、それだけが心配ですが、今から雪を分けて関東に向かっているので、ぜひ多くの方に学びの学校に参加させて、一緒に命のことを学ばせていただければと思っております。それではよろしくお願いします。